はい、皆さん、こんにちは。こんにちは、ゆりです。髪切ったぞ。この髪型で初の動画投稿になります。今日はね、ほい。じゃん。ここに来ている。インターゲートホテル、広島。に来てますよ。そう、ネストさんに引き続き広島のホテルに泊まるシリーズですね。でこれちょっとね、ここちょっと感動した、やばい。ここまあサービスもちょっといいかなって思ったし、あとなんか部屋もちょっと結構この間のネストさんに比べて全然広いし、いやちょっとここいいんじゃねえのっていう予感が今してます。予感だけだからね。うん、予感から実際がどうかっていうことのレポートは今からしますけど、そういやね、部屋まず綺麗、あとねフロントの対応がねまず良かった。うん、でちゃんとなんかこうリクエスト、私わがままだから毎回言うけど、わがままだからこういうね、こういう部屋にしてほしいとか、こう明るい部屋にしてほしいとか絶対言うんですよ。それに対するリクエストに対するやっぱ対応がね、なんだろう、ちゃんと、お客様大丈夫ですよみたいな感じにしてくれるホテルは大体いいホテルだよ。ということで、ちょっとみんな楽しみにしといて、こうルームツアーもしちゃうぞ。この間よりは全然なんかいいルームツアーもできそうだし、あと三脚も今日持ってきた。だからこう両手離せちゃう。っていう。顔が違うんだよ。ということで、やっていきたいかなと思います。ではまた後ほど。バイ。はい、ではちょっとルームツアーしたいと思います。入ってすぐね、こちらクローゼットっていうか、洋服かけるところがございまして、で、左手側がバスルームになりますね。で、ちょっとバスルームから覗いてみましょうかね。はい。まあ、ビジネスホテルの普通のバスルームだとは思うんですけど、もちろんでも、広めですね。あとはやっぱ、ホテルが新しいので、やっぱり綺麗ですね。で、まあ、アメニティとかシャンベイとかはこんな感じです。備え付けになっております。まあ、私的にやっぱね、備え付けか持ってかれるかっつったら、持ってかれるホテルの方がランクが高いなとは思ってるんですよ。今日の格好はこんな感じ。イェイ、ジャケット脱いだからね、あれだけど。ということで、まあなんかでも、なんだろう、バスルームにコンセントがあったりとかするのはすごい親切なのかなと思います。とタオルとでね、ここホテルめっちゃいいんだけどね、1個だけ嫌なことがあった。聞きたいでしょみんな、これね、これスリッパやっぱね、スリッパはね、今時あれですよ、今時はスリッパは持ち帰りですよ。持ち帰りじゃない、使い捨て？ああ、一番いいと思います。もう残念。まあ、ウォッシャブルスリッパーって多分清潔なんだとは思うけど、やっぱりちょっと不安だよね。ということで、やっぱり、まあまあ、自然には優しいけどね、こっちの方が。ということで、ちょっとここがちょっと残念ポイントで、あとはこういう感じで、じゃじゃん。こう、リビングルームみたいなソファーのところと、ベッドルームっていうか、ベッドがあるところにこちらのホテルが分かれてまして、ソファーがあって、ここにテレビがある。今日フィギュア見るぞ。そう、もう最高に楽しく見れそうな感じのポジションです。なので、今カップルとかで来てもね、ここでイチャイチャするとかあるでしょ。そういうのとかもできるから、このホテルめっちゃいいと思います。で、あとこうベッドポジションがあって、あとコンセントとかあって、で、この間のね、ホテルはなかったけどね、このね、こう、
水が2本無料でついてるので、これお水買わなくてもいいと。で、まあ、グラス類とお茶類ね、この辺揃っております。そうね、ネスホテルの方が伊藤園とかじゃない、高いコーヒーは置いてあったかな。なんかこうファッションホテルはね、そういうとこはこだわってるから、そういうとこいいかなっては思いますね。ということで、なんとここはラウンジが、ほら見て、こうテレビいいでしょ。この感じでテレビ見れる最高だと思うね。まあ、なんかね、ラウンジはね、今からハッピーアワーでお酒が飲めるらしい。タダでね。ので、行ってみたいと思います。じゃあ、じゃあね。